こんにちは、YKK です。今日はですね、ちょっと喉の調子が良くなくて病院に行ってきました。で、原因はよくわかんないんですけど、特に熱とかもなく風邪ではないとのことで、多分クーラーをつけっぱなしによる空気の乾燥で喉がやられてるのかなっていう感じです。ちょっとここら辺のリンパとかが腫れてるみたいなので、お薬を処方してもらいました。なので今からCVS という薬局にお薬を取りに行こうと思います。で、日本だと処方されたお薬は紙の処方箋を持って薬局に行くと思うんですけど、ニューヨークの場合は全部オンラインで完結していて、直接指定の薬局に病院から処方箋の情報が送られてくるんで、あとは今日行くのはこの CVS なんですけど、ここに取りに行けばいいという、すごい楽です。なので今から薬を取りに行きたいと思います。抗生物質を処方してもらいました。お、ドアが重たい。はい、Yeah, I'm picking up Yukako, Y-U-K-A-K-O, July 9th, 1990. Thank you.お薬ピックアップできました。アメリカの薬局ではこういうホワイトニングセットが売っていて、とても人気です。家でできる簡単ホワイトニングなんですけど、歯に貼るだけで、白くなるという、$50、$40から $50ぐらいの相場ですね。 4,000〜5,000円。日本だとね、こういうのなかなか薬局じゃ買えないし、日本じゃなんか薬事法で売れないみたいなんですよね。だからアメリカ来た人はこれを買って帰ったりしてます。他にもね、食料とかも結構売ってるんですよ。Can I have your help, please? Can I get one of these NASA cords, please?鼻スプレーをゲットしました。あとね、結構ビタミン剤がすごく豊富。こっちってサプリ文化なんで、とにかくビタミン剤とかは豊富です。種類がガムタイプのビタミンがすごい好きですね。これはグミ型のプロバイオティック、ウーマンズマルチ、マルチビタミンのグミとか、こういうの飲んでます私。あと日本じゃ売ってないんですけど、このメラトニンっていう睡眠剤、睡眠剤っていうのかな、睡眠導入剤というか、私もこれ眠れない時飲んでるんですけど、日本の薬局じゃ市販されてないです。これいちご味でね、美味しいんですよ。で、これ 10mg が一番多いんですけど、私が飲んでるのはこの 5mg、 3mm、5mm、10mm ってあって、5mm が中間なんで 5mm 飲んでます。ただ1粒じゃ寝れない時は2粒飲んだりしてるんで、結局 10mm 取ってるんですけど、こういうのね、結構海外だとメラトニンはみんな普通に飲んで寝てるんですよね。びっくりした。なんかあんまり体に良くないんじゃないかとか思ってたんですけど、意外とすっきり寝れて、なんかその翌日の気だるさとかもないんで、私は重宝してます。はい、とにかく豊富ですね。あとはここは女性のフェミニンコーナーで、あれですね、妊娠検査薬とか、あとこういうなんかミクロニダゾール、これもミクロナゾーレなんて呼ぶんだっけ、なんかこう女性器のクリーム、女性器の軟膏クリームとか、すごい種類多いです。
こが生理用品。海外の生理用品ね、結構ビニール製が多くて蒸れるんですよね。だからなるべくこういうコットン製のものを買ったりするんですけど、海外って紙製品が高い高い。そう、こういうので800円ぐらいしますからね、普通のパッドが。このちっちゃいサイズでも500円だから、日本と比べるとちょっと高いかなって感じで。ここはあれですね、あのセックス用品、コンドームとか。海外のはやっぱ大きいのかな、サイズ。あとこれ、これね、プラン B って、これモーニングアフターモーニングピル、要は、避妊薬、避妊に失敗した時に翌日飲むやつ。こういうのが売ってるんだよね、薬局で。びっくりした。すごい、これ初めて知ったんだけど、避妊フィルム、このフィルムを入れるだけで妊娠が防げるっていうやつ。へえ、こんなのあるんだ。こっちに生理用品がね、面白くて、日本って基本的にナプキンなんだけど、こっちはタンポン文化なんですよね。タンポン以外にも、ここにはないかな、カップ型のとか、とにかくいろんなのがあって、私はちょっと手出したことないんですけど、まだナプキン派なんですけど。あ、こっちだ、これ生理に入れるカップ、これで生理をあのカップで吸い取って、いろんな形があってね、一回使い出したらハマるっていうか、快適だからハマるらしいんですけど、私タンポンすら使えないんで怖くて。自分で入れるの怖くないですか？一回入れたことあるんですけど、なんかずっとこう異物感が感じてダメでした。私は髪染めるやつもいっぱいあって、私が使ってるのはこの塗るだけの、あのインスタントのなんていうの、カラートリートメントみたいなやつ。毛先が痛むんでこれだけ使ってます。結構あんまり分かんない、ピンクっぽくなってるでしょ。これだけでも十分、これだけ。 CBS は全部自動無人決済でできちゃう。 Welcome. Please select your language. If you have your extra care card, please 23.99. If you have.終わりで買いました。以上、プチ薬局ツアーでした。ということで、あの家に帰って薬を飲んで安静にしたいと思います。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。